クラビウス・ワレリウス・コンスタンティウスは、ローマ帝国の皇帝。コンスタンティウス一世とも、一般に、カイラム・ザ・オメガロー・クロレス・クロロスと呼ばれているが、これは、後の東ローマ帝国時代の歴史家たちがつけた、あだ名である。コンスタンティヌス一世の父で、コンスタンティヌス朝の創始者である。ローマ皇帝群像によると、コンスタンティウスは、ナルダニアから来た貴族エウトロピウスと、 皇帝クラウディウス二世や皇帝クインティルスの命に当たるクラウディアとの間に生まれた息子である。しかし歴史家の多くはこの系譜は彼の孫コンスタンティノス二世ミカドによる絶像で地位が高い二人の末裔に見せかけたかったのだろうと考えている。カルスミカドの下で彼はダルマチャの領主となり、さらにカルスミカドは自らの宝刀息子カリヌスに代わって彼を 後継者にしようと考えていたといわれる293年、皇帝ディオクレティアヌスがテトラルキアを制定し、ローマ帝国を西側と東側とに分割した。どちら側も制定が支配し、副帝がそれを補佐した。ディオクレティアヌスは、東側の帝国の制定となり、ガレリウスを彼の副帝とした。コンスタンティウスは、西側の制定マクシミアヌスを補佐する副帝に任命され、 マクシミアノスの義理の娘であるフラウィア・マクシミアナ、テオドラを妻とした。二人の間には六人の子が生まれた。コンスタンティウスには、小アジアのニコメディア出身のセンサイヘレナとの間に、息子がおり、これが、後のコンスタンティノス一世となった。コンスタンティウスは、ガリアとブリタンニアの支配を任され、さらにおそらくはヒスパニアも支配を任された。 コンスタンティス・クロルスが統治するアンティオケアで、鋳造されたアルゲンティウス銀貨リメンはテトラルキアの下で、サルマ大人への勝利を祝い、生贄を捧げる図。同年、コンスタンティウスは、ボノニア近くでカラウシウスの軍団を破った。カラウシウスは、ブリタンニアとガリア北部で286年に自ら、皇帝を戦勝していた。この後、カラウシウスは、 会計官アレクタスに殺害され、代わってアレクタスがブリタンニアを支配するようになったが、296年にコンスタンティウスが送った、この衛兵隊長はスクレピオドトスに敗れて落命し、ブリタンニアのローマ支配が復元した。同じく296年、コンスタンティウスはガリアの都市リンゴネにおいてアラマンニ族とも戦った。彼は都の中に閉じ込められたが、 6時間後に兵に救出され、敵を打ち破った。このような戦いによって、ラインガー沿い国境の守りが固められた。ディオクレティアヌスの健康が崩れたため、ディオクレティアヌスとマクシミアヌスは305年に共同皇帝の座を降り、代わってコンスタンティウスとガレリウスとが共同皇帝となった。コンスタンティウスは西側の帝国を支配し、ガレリウスは東側を支配した。 副帝にはフラビウス・ワレリウス・セウエルスとマクシュミヌス・ダイアトが任命された。副帝の座を狙う息子コンスタンティヌスは父のガリア・ブリタンニア戦役に同行した。コンスタンティウスは306年にブリタンニアのヨークにおいて成居した。そして息子コンスタンティヌスは軍事力に支えられて皇帝となることを宣言した。コンスタンティヌス大帝の父としてキリスト教では コンスタンティウスにまつわるいくつも伝説が語られてきた。エウセビオースのコンスタンティヌスの生涯によると、父、コンスタンティウス自身は、非キリスト教徒を装っていたが実は、キリスト教徒でディオクレティアヌスの副帝だった時代にも、皇帝によるキリスト教迫害には加担しなかったという。さらに、彼の最初の妻ヘレナについては、聖十字架の発見をはじめ、多くの伝説が残されている。 コンスタンティウスのブリテンでの活躍は、ブリテンの中世の伝説に残されている。モンマスのジョフリーが書いた、ブリタニア列王誌によると、ブリテンの王位がアスクレピオドトスから、コルチェスターのコール王に奪われた後、ローマ元老院の施設として、コンスタンティウスがブリテンに派遣された。コール王は、コンスタンティウスに服従し、ローマに年貢を捧げることを約束したが、そのわずか8日後に亡くなった。 コンスタンティウスは、コール王の娘ヘレナと結婚して、ブリテンの王となった。二人の間に、息子コンスタンティノスが生まれ、11年後に、ヨークで、父が亡くなった後に、ブリテン王位を継いだ。なお、ヘレナが、ブリテン生まれということは、これ以前にハンティンドンのヘンリーが主張しているが、コンスタンティウスは、ブリタンニアに出生するより前にヘレナと離婚しており、歴史学的な裏付けはない。 ありがとうございます。